はい、どうもこんにちは、アルチです。今回もですね、キャッスルストーリーやっていきましょう。さあ、今回はインベージョンモードパート4ですね。さあ、今回いきなりなんですけど、まあ、その前回、前々回とこの強化してきた、この砦ですね。これをですね、一回放棄して、よりね、守りやすい位置に作ろうかなと思うんですよ。まあ、ここにいてもですね、結構その、まあ、この辺とか防御あるけど、結構やりづらいので、こうですね、ここに、もっといい防御地点作ろうかなと思いますね。まあ、あれはまあ、使いは使いますけども、ちょっと置き換えですかね。まあ、ここを最前線にして、まあ、後方に作ろうかなというわけですね。なので、ちょっと、どうしようかな。ここの上から撃てるので、ここって使えたら強いじゃないですか。だからこっち側ですね、にも置いて、挟むように、ここに来る敵を挟むように攻撃できるような拠点を作りましょう。とりあえずもうこんなんでいいかな。移動できる。上を移動できるようにしていきましょう。で、今、ウェーブがね、9とか、だと思うので、そろそろね、大型も来ると思うので、それが来るまでにね、完成すればいいかなと思いますね。この辺の石とかもちょっと取りますかね。で、遠くの方に前回ですね。ちょっと見ましょうか。ビルドも最優先にして。あ、ビルドは2つありますね。どっちだ？ここですね。ここに、必要な貴重な石があるので、ここも後ほど使いたいと思うんですけども。まずね、防御を作りましょう。で、今、ウェーブ5とウェーブ6の敵がね、ここに残ってるんですよ。これ。いつか上がってくると思うんで、その時に迎撃しますかね。あれ、もう上がってくるんじゃない？これ結構上いますね。残り10分ぐらいで上がってきそうですね。といったところでも敵が来るので、呼びましょうか。コールトゥアームズで呼んで、弓だけ返しましょう。これで、クロスボウとナイトだけだね。残りのみんなには、中の作業をしてもらいましょう。さあ、ここで食い止めたいから、ここもでも使いたいんですよね。まあ、ここがある限りは攻めてくれると思うんで、ちょっとここは、どうしようかな。この赤いやつとかちょっと回収しましょうか、後で。まあ、敵はね、扉を狙うので、扉がなくなればここに用なくなると思うんで、外してもいいですね、この扉をね。どうした、こいつ。よしよし、とりあえずナイトはギリギリに戦いに行きましょう。小型が6体、中型が8体ですね。何しに行くんだ？あ、回収しに行った。やめよう、やめよう。ああ、これ扉を閉めていいですね。これロックできるんですよ。ああ、ちょっとめんどくさいな。これ扉ロックして出れない人が多いですね。危ないですね。なんかやれって。他あるだろう。さあ、もういいですね。行け。体力ゲージまだ大丈夫ですね。ああ、突破してきたぞ。お前戦うなって。 下にいますね。なんかデコ殴ってくれてるんで、このデコってやつ殴ってくれてるのでいいですね。で、あ、まだいますね。オッケーオッケー。下来られるとやっぱきついんでね。そう、こういうのがあるんですよ。これってこの辺とか来られると上のやつも撃てないですし、弓とかも効かないので、ここでね、新しい形で守ろうっていうわけですね。まあ、これからもっと人数増えるし、この特殊なやつですね。これ召喚士的な感じで小型のやつ出すんですよ。それ考えると、ここで守れないといけないんですね。だから、どうしようかな。もうちょっと狭めてもいいかな。これちょっと罠をね、回収しようかな。まあでも、あと8分あって、8分じゃできないと思うんですよね。こんな感じか。
で、これ内側からはね、階段で上がれるようにしておきましょう。もしくは扉でいいんですけど。反対側どうしようかな。上に登って、木のやつか、作りますかね。久々だな、これ。よし、ここで、弓が撃てる場所を作りましたね。踊り場。ふう。で、ここ荒れ放題だな。後で回収しますか。なんか、回収しに行きたかったのかな。誰か一人がめっちゃ行こうとしてましたよね。これではないよね。ん、行って上ますね。よし、11人目か。いいね、いいね、いいね。で、地下なんですけども、今半分くらい来てますね。もうちょっと掘れないかな。もうちょっとあれか、違う場所に作ってもいいね。この辺とか地下掘ってもいいですよね。いや、そもそもですね、この石取りたいんですよ。これ石取るやつじゃない。これ掃除か。石はこれか。じゃあ前から間違えて掃除のやつを何回も置いてるんですね。それちょっとボンミスだな。どっから入ったこいつら。そっから普通に入ったか。ちょっと下から行けないと意味ないよね。今だけここ壊すか。残り5分ですね。もうちょっと15分とか欲しいな。まあこの辺に1個置いて、まあ2段でいいんですよ。とりあえずこれだけで作りましょう。この石が消えたらまた起きるようになるから、そこ厄介だね。一回終わったら作り直すか。残りはね、3分ちょいですね。ウェーブ、あれ、どっちか減ったかな。6カゴで残ってなかったっけ。さあ、やっぱり扉から作りましたね。まあ、簡単なんでね、作るのは。いやー、不自然すぎるでしょ、そこ。扉だけあるって。で、ここはね、機能すると思うんだよね。だって守ろうかな。このパターンですね。このパターンいっぱい置けば、上から撃てるんで、そこアドバンテージになると思うんだよね。か、トンネルでちょっと掘っちゃうかな。下げちゃうとか。もういいですね。で、敵の攻撃の優先度はね、扉の次にこういう、ものなんですよ。なんだっけ、これって。このワード系ですね。これを狙うので、一回防衛の場所を変えるのであれば、これ回収しないといけないですね。まあ、完成次第移動かな。今はまだですね、まあ、踊り場と、入り口予定地かな、があって、まあ、ここでね、2回守れる感じですね。ここから撃って、で、ここ突破されても、ここでまた撃つと。いった感じ。二重の防衛ラインで守るわけですね。お、石消えたね。オッケーオッケー。作ろうか。まあ、これ30くらいにしようかな。時間があればあるほどこっちが撃ち放題なんでね。ないとも、ないといないくらいのペースで行きたいですね。結構彼ら硬いとは言ってもね、割と簡単にやられるんでね。もうちょいなんだけどな。どういう状況これ。あとちょっとか。木のやつあるので、単純にやってないだけだね。残り1分ちょっと。どうしようかな。弓壊しますか。これですね。全パートの途中でね、ナイトの介護官みたいなやつ消したんですよ。この武器盾を消せばね、そのアイテム消えるっぽいので、もったいないと思うんですけど。崩壊させて、置き直すと。なんか残ったな。
エフェクトだけ残りました。あ、大丈夫だね。ここでいいですね。さあ、で、ここもできました。早いですね。OK。あれ、もうできたな。まあでも、いきなり使うのあれかな。あと1分しかないからね。今日こっち守って、次の日、こっちかな。に移動しましょうか。いや、なかなかいいんじゃない？まだまだね、完成はしてないですけど。まあ、敵扉叩く予定なんでね。ここを別に高くしても意味ないんでね。よっしゃ、呼びましょうか。ボルトアームズ。今日は、中型が11体か。来ないですね。これちょうど出会うと思ったんだけどな。来ないな。もう30秒くらい経ちますよ。こっちとかでもないね。今いた気がするな。これ地下の方のマークかな。どこだ？ナイトで行くか。あ、いた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 。なんでそんな遅いんだ？ 1 分もかかんの？脇が相当遠いんですね。撃て撃て撃て。まずは連射。罠かかったね。さあ、ナイト行け。力見せてこい。ここに一体いますね。まあやれお前。ああ、まあいい、いい。頑張れ頑張れ。ナイト、そうだね。ナイトいっぱい出して、これで戦うのもありだね。ウェーブ9はあと1体いる予定、あれか。OK、終わりましたね。あとウェーブ5が残ってますけども。もうウェーブ9なんですね。さあ、ちょっと引っ越し準備しますか。君、君、君。君、ちょっと罠回収しようか。いい、直すな、直すな、持ってけ。いい、持ってけって。あ、いいね、持ちながら直す。いいですね。働き者だ。時間稼ぎですね、ここはね。で、各扉の前に罠を置くみたいな感じで罠をちょっと移動させましょうね。6分ありますね。6分で移動しましょう。こっちにね、防衛の拠点を移しますが。形はできたんでね。ここでどう守っていくかですね。扉を、こう防衛の、要として。で、罠はですね、変なところに出るとリロードに行きたがるので、そこで狙われちゃうんですよね。残り3個。これはちょっと全扉の前とかに移動して使いましょう。作らなくて済むんでいいですね。ラスト1個で、置きましょうか。扉通るたびに踏むくらいの 感じで置いていこう。これで、遅延です、遅延。遅延しとにかく撃つという拠点ですね。で、次あの赤色のね、ワード回収してもらおうかな。適当に作らせに行ったやつか。あれはマジで使い道ないんでね、とりあえず置いといて。オッケー。さあ、完成はしましたね。あとはこれ強化していくだけですね。まあ、敵ね、扉があっても扉以外狙うこともあるので、そういうのを対応させるわけだね。扉壊しましょう。ここで、ここはね、過去になんか使った拠点でしかないですね。あとあれか、下にあるあのヒーリングですけど、これ回収してもらおう。今暇なやついないかな？あの子、あの子。
よし、これで、全部回収できましたね。これ狙えるものはないですね。あと3分あるので、あと配置ですね。まず、ここは一応範囲外であるので、範囲内にしていきましょう。あるかな？青いの。青いのなければ作らないといけないですね。いや、いいですね、これ。地形をね、ここもだいぶ使おうと思ったんですけど、思ったよりね、敵もここから結構広くて止めづらかったので、ここから移動したんですけど、これもだいぶやれるでしょう。今のところ被害ないんですけど、こっから来る敵に備えてね、とにかく強化していきましょう。ここもちょっと回収しましょうね。まあ一応敵来るので、最初のファーストアタックとして機能するんですが、まあ少なめでいいかな。まあ3個あれば十分でしょう。まあここさ、1回も戦闘中に狙われたことないんでね。どうかな、ここ扉を作ったとしても、毎回作り直すと鉄がいるので、ちょっと全消しかな。1個だけ、1個2個残して様子見ましょうかね。まあ、ここで敵止める予定なんで、そこに届くかどうか。反対側でも無理かな。結構距離はあるんですけどね。よしよしよし。よしよし、置けましたね。では、再配置。時間は1分か。置いてる暇ないかな。なさそうですかね。メニュー全員行くと思うので、早いは早いけど、まあ、下通られた時とかにちょっと打てないかな。まあ、こっち側も置きたいですね。今結構置いたので、なくなっちゃったかな。うん、いい置き方ないかな。揃ってないとあんまり、かっこよくないんですけど、これでいいかな。同じように高くですね。高く積んで、とにかく撃つと。さあ残り53秒ですね。今日はないとちょっと控えでいいかな。全員作業中だから難しいな。まあ、まだ回復置いてないんで、回復も置いたりして戦えるようにしてね。移動もしてちょっとどこから戦えるかっていうのを把握しましょう。 OKOK、 これどうですか今日は。あ、特殊来ますね。特殊 OKOK。 じゃあ扉閉めましょう。一応あいつは小型のやつを出すので、まあいっか、出ないか。外に作業がないからね。どっから来るかな。完璧に見えませんからね。こうなると作業もできますね。まだ、あ、来ましたね。あ、こっちから来たね。うお。団体さんじゃないですか。どうすんだろう。撃ち放題じゃん。罠踏んだ。OK。あ、この罠いいね。ここでまずファーストアタック。クロスボウはこう、あー、なんか壊してんな。まあ、でも、だいぶ遠いから。あ、これ狙われましたね。回収しろ。あぶねえ。1個キープ召喚しましたね。いつの間にないと出たんだ。まだ引くんだ。あ、でも行っていいか。行っていい、行っていい。クロスボウはここだね。ここ一番いいですね。見晴らしというか距離的にね。でかいのどういった。あれ、いなくなったな。あとでかいのだけなんですけど、見失いましたね。
なんか出してどっか行きましたよね。うわ。一番厄介なやつが消えたんだが。あ、裏にいた、今。裏にいますね。怖いな、こいつ。裏から回ってくる。ナイトも裏から来ますね、この感じだと。撃て撃て。バクってるぞ、こいつなんか。なんか良かったですね。とりあえずあれはほっときましょうか。なるほど、なるほど。こうなりましたね。戦ってんな。戦ってない。いけいけいけ。まあ、幸運勝ちですね。お、12体目。いいね。さあ、課題的な部分で言うと、罠はいいですね。罠ここでかかるのはいいですね。めっちゃ石が余ってきつつあるので、どうすっかな。ここで、この遠くの敵を撃つのは良かったので、こう段差上げますか。で、ここちょっと1段上げたいですね。クロスボウちょっと後ろから撃ってたので、1段上げるとなると、できるはできるはずなんだけど、もったいないんじゃないかな。こうだよね。これはもったいないぞ、多分。まあ、まだ木はあるのでいいんですけど。二重になりますね。二重にしたところで別に強くはならないので、意味ないんですけど。はい。ここはまだ機能せずでしたね。まだちょっとテスト段階だね。ここに来るまでに死んだんでね、そこが大きいかな。で、これはリロード済みかな。さあ、テストはまあなかなかいい感じにいきましたね。もうちょっと置いてもいいかな。まあ、1個目の扉強化しますか。まあ、敵は多分扉抜いて、扉抜いてっていくと思うので。ここですね。ここに。そうか、ここの扉に赤いの置いても、下に来た時撃てないから、あんまり意味がないんだよね。あ、敵だ。悲しいな。かわいそうですね。来たら死ぬっていう。これでやると、ちょっとこっち消すか。OK。で、高機能するためには、ここに来るのが絶対条件なんで、来てほしいですね。ちょ、やりすぎかな。これは敵の邪魔にならないかな。撃つ邪魔にならなければいいですけどね。クロスボウ結構キーでしたね、さっきの戦いでも。さあ、ちょっと次の戦いで様子見て終わりにしますかね。で、まあ、これ完璧な防御ラインが築ければね、外に繰り出せるんでね。まあ、外に行くときは、こういう扉は、ここに来るまでは敵放っといていいので、そういえばさっきこっちから来たんでね、そもそも、外に行く作戦がちょっと砕けましたね。こっちでこういろいろなものを取りたかったんですけどね。で、これ取りたいですね。もう両方なくなりてきつつあって、80、80なんで、そろそろ資源的な限界が来そうですね。適当に内側掘りますか。トンネルとか掘って稼ごうかな。この上の木とか取れるんで、木はね、まだあるんですよね。まあ、あんまりプランクないとはいえ、木は稼げるので、とにかくどう使うかだね。いや、面白い形になったな。ここですけど、まあ、これはこれで完成かな。うん。
ここの破壊力すごかったですよね。で、こことつなげたいですね、そういえば。ここと繋げることによって、より防御力増すかな。残り何個あるかな ?1 個ありますね。これ置いちゃってるっぽいので、暇な子に来てもらおうかな。回収して。これ、あと80なんで何個作れるかな ?1 個ですね。1個、2個か。2個ですけど。いろいろ使うはずなんで、ないですね。ブリームソーないので、取ってきましょうか。ここか、こっちか、どっちも敵いたんでね。そう考えると怖いですね。で、この辺それ以上置いちゃってるんですけど、あれ完全に邪魔でしたね。こうなると。いいね、いいね。こう科学的な防御力、いいですね。赤いの1個できたんで、2個かあるんですが、取ってくれなかったですね。取ってくれ。そこは意味ないよ。ならせめてここですよね。もうこのマップ結構守りやすいですよね。どうした?このマップ若干なんかバグ的なものがありますね。まあ、最近増えたばっかですしね。この砂漠のバイオーム的なやつがね。呼びてえな、早く。よし。呼びましょう。やる作業はもうないかな。今多分全員地下行くくらいの感じですよね。暇だと思うんで。と作業を与えますか。まずクロスボウ作り。3人じゃ足んないですね。4人か、5人か。もっといるな、もっといる。4人なんで、もう6人とかにしたいですね。ここだって。ああ、そっか、上から行くのか。で、ね、ここそんな遠いの?あれ、通れないとこかな。で、地点ちゃんとつけましょう。OK、いいね。あと全員地下行く。あとこういう作業をするくらいか。今日は、小型6体、中型4体。少ないですね。てい。いいね、罠が効くね。はいね、ここ持ってます、ここ持ってます。今、どっから入った?あ、ちょ、壊されてんのか。さあ、扉に来ましたね。ないと今でしょ。撃って出ろ。ないと回る気だな。やめろ、やめろ、やめろ。ナイトの位置取りですね、次は。いいタイミングで出た方がいいですね。リペアして。終わり、あ、もう終わりか。早いな。よしよしよし。とりあえず、じゃあ、今回はここにしましょうかね。かなりね、今回は防御。特に拠点寄りの防御にしましたね。を強化しました。まあ、というのも、ここがね、突破されるといけないので。まずは中をやったわけですね。これで安定的に守りやすくなったので、外の作業に集中できるかなと思うんでね。ここをちょっと強化しつつ、まあ、外もやりましょうかね。まあでも外の拠点で戦うメリットがこうなるとなくなってくるので、まあそこ難しいところですけどね。また次回続けていきましょう。Staring in my eyes, and I'm never gonna let